エメリアーエンコヒョードルは、ロシアの男性総合格闘家、サンビスト、元柔道家、レッドデビル、スポーツクラブ所属、元プライドヘビー級王者、元アンマ世界ヘビー級王者、元リングス無差別級王者、元リングスヘビー級王者、ベラトル世界ヘビー級ランキング3位、柔道の国際大会で活躍した後、総合格闘技に転向。2000年に、 リングスの大会で来日、ヘビー級と無差別級の王座に就く。2002年のリングス級史以降はプライドに出場し、2003年にアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラを下しヘビー級王座を獲得した。2004年にはヘビー級グランプリに優勝。2005年にはミルコクロコップを下し王座を防衛した。2007年のプライド消滅後は日本国外の大会に 出場、2008年にはアフリクションで、元 UFC ヘビー級王者ティム・シルビアを破りワンマ、世界ヘビー級王者となっている。その後も、2009年には、アンドレ・アルロフスキーに勝ち、ワンマ王座の防衛に成功。2010年に敗れるまで10年間無敗という記録を作った。プライド王者時代から2010年に敗れるまでは日本、だけでなく、 アメリカなどのメディアからも総合格闘技界最強と評価され多くのメディアのランキングにおいてヘビー級で世界1位にランクインしていた2009年にロシア政府認定の投票によりテニスのスベトラーナクズネッツォアと共にロシアのベストアスリートに選ばれているまたロシアの長年活躍したトップアスリートだけに贈られるスポーツマスターの称号を持ち プロ格闘家として活動する傍らコンバットサンボの大会にも出場し、世界選手権で4度の優勝を果たしている。サンボの試合で勝利する、ヒョードル1976年、ウクライナソビエト社会主義共和国、ルハンシク州ルビージュネに生まれた。姉一人、弟二人の4人兄弟であった。2歳の時に家族と共に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国、 ベルゴロドシュスタールヨスコルに移住し、11歳になって、3歩、柔道を始めた。1991年に高校を卒業。1994年には、専門学校を卒業する。1995年から1997年までは、ロシア陸軍の消防隊と、戦車軍に入隊し、早朝で兵役を終える。その後は、柔道。 三歩両方の大会で活躍した。当時は後に世界柔道選手権を制するアレクサンドル・ミハイリンとはライバル関係にあるなどヨーロッパではトップクラスの実力を有していたものの国からの補助金が出なくなったため柔道を続けるには経済的な問題が生じていた。ヒョードルは国の支援が続いていれば柔道をやめずにオリンピックを目指していたかもしれないと語っている。 2000年初頭に、ニコライ・ピチコフの誘いでボルクハン率いるリングスロシアを、見学し総合格闘技に興味を持ち、ヒョードルはこのジムで練習を始めた。またリングスのスカウトオーディションに参加し、前田明からバラチンスキースレンに次ぐ評価を受け、日本大会への出場が決まった。同年5月には、リングスのロシア大会で、総合格闘技デビュー。9月5日には、 日本大会で初来日を果たした高田光也と対戦、開始12秒で左右のフックによる小勝利を収めた。同年12月22日、キング・オブ・キングストーナメントの1回戦で、ヒカル・ド・アローナに延長の末、3から0の判定勝ち。同日に行われた2回戦では、高坂・剛と対戦するも、出会い頭に目尻をカットし、 試合開始17秒でカットのためドクターストップによる TKO 負けとなった。なお、このカットは反則技である高坂の肘がアクシデントで当たったためである。高坂自身も後にこの試合を振り返りアクシデントの肘だったと認めている。2001年は4月20日からヘビー級王座決定トーナメントに出場する。1回戦では ケリー・ショールに勝利し8月11日の決勝大会に進出すると、準決勝ではトーナメント本命と目されていたレナート・ババルに判定勝利し、決勝では対戦相手のボビー・ホフマンが左肩脱球のため、危険死不戦勝となり、初代リングス世界ヘビー級王者に就いた。その後10月20日には、無差別級王座決定トーナメントにも、出場、1回戦では、 柳沢龍史に、準決勝では、リー・ハスデルに勝利し、決勝戦に進出した。リングス最後の興行となった2002年2月15日の、決勝戦では、クリストファー・ヘイズマンと、対戦、2度のダウンとロープエスケープで、ポイントアウトに追い込み、リングス2巻を達成した。リングスが、活動停止となると、2002年6月23日の、 プライド21において、プライド初参戦。当時パンクラス無差別級王者だったセームシュルトに30センチメートルのリーチ差をものともせず、グラウンドのポジショニングで優位に立って判定勝ち、プライドデビューを飾った。同年11月24日のプライド23では、ヒースヒーリングをパウンドの連打によるドクターストップで TKO 勝利し、 ヘビー級王座挑戦権を獲得した。2003年3月16日、プライド25にいて、初代プライドヘビー級王者アントニオ・ホドリゴ・ノゲーラの持つタイトルに挑戦する。開始早々フックで、ノゲーラを吹き飛ばし、グラウンドではパウンドをまとめて、ダメージを与える。2R 以降もテイクダウンからのパウンドで手堅く、ポイントを稼ぎ、3から0の 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。4月5日にはリトアニアで武士ドリングスに参戦、エギリウス・バラビーチェスに一本勝ちを収めた。同年6月8日のプライド26ではノンタイトル戦で藤田和幸と対戦し直撃した藤田の右フックによってよろめくシーンを見せたがすぐに反撃、右フック、 左ミドルキックを打ち込んで、ダウンを奪い、チョークスリーパーで一本勝ち。ヒョードルは、後年のインタビューで、私に、真っ当な打撃を与えたのはこれまでで藤田だけだよ。激しい打撃だったねと回想している。同年8月10日の、プライドグランプリ2003開幕戦では、ゲイリー・グッドリッジと対戦し 1R1 分9秒で、TK を勝ち。 同年11月9日のプライドグランプリに1003、決勝戦は、ミルコクロコップとのヘビー級タイトルマッチが行われる予定であったが、練習中に右手を骨折したため欠場し、ミルコ対、ノゲーラの暫定王者決定戦が代わりに組まれた。この年の大晦日には3つのイベントによる、ヒョードル争奪戦が繰り広げられ、右予曲折を経て、 最終的に、猪木ボンバイエに出場、長田博史に勝利した。なおこれに関連して、ヒョードルは、年末にロシアントップチームから、レッドデビル、スポーツクラブに移籍し、後に、チーム代表であったウラジミール・バコージンとの確執があったことを述べている。2004年4月25日、プライドグランプリ2004開幕戦のヘビー級、 グランプリ1回戦で2000年のプライドグランプリ優勝者マーク・コールマンと対戦。試合ではコールマンにテイクダウンからマウント、バックを奪われるも脱出し、その後、サイドタックルでテイクダウンを奪われるも下のポジションから腕ひしぎ十字固めで切り返し一本勝ちで初戦突破を果たす。同年6月20日のプライドグランプリ2004に ND ラウンドの2回戦では、バンクルワセで、ミルコを1回戦で破って勝ち上がってきた、ケビン・ランデルマンと対戦し、開始後スープレックスで頭から垂直にマットに、叩きつけられるも、何事もなかったようにすぐにポジションを奪い返して、チキンウィングアームロックを極め一本勝ち、同年8月15日のプライドグランプリ2004、決勝戦で行われる、準決勝に駒を進める。 準決勝では事前に組み合わせを決めるファン投票が行われ最高得票を集めた小川直也との一戦が決定した小川を柔道家として尊敬する反面発するポーズは下品だと不快感を表し試合前の握手は小川に拒否される試合は1ラウンド開始からパンチで攻勢に立ち開始54秒で腕ひしぎ十字固めで一本勝ち決勝は セルゲイ・ファリトーノフに勝利したヘビー級暫定王者、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラとの再戦の運びとなる。試合は1ラウンド3分過ぎに、グラウンドで、ヒョードルの額とノゲイラの頭頂部がバッティングし、ヒョードルの右眉上が切れて試合が中断。競技の結果無効試合となり、優勝者は決まらなかった。同年の大晦日、プライド男祭りに1004にて行われた。 プライドグランプリ2004決勝を兼ねた、プライドヘビー級統一王座決定戦で、ノゲーラと再戦し、判定勝ちを収めヘビー級王座を統一するとともに、グランプリ優勝を果たした。2005年4月3日、プライド部始動、その6で4年半前に、プロで唯一の敗北を喫した、高坂剛との再戦が組まれ、試合は、テイクダウンからのパウンドで、 ヒョードルが優勢に立ち、1ラウンド終了時に、ドクターストップによる TKO でリベンジを果たした。6月には、ロシアのクストボで開かれた、全ロシアコンバットサンボ選手権に出場し、1 0 0ラム超級で優勝する。同年8月28日には、プライドグランプリ2005決勝戦にいて2年越しに、ミルコクロコップとのヘビー級タイトルマッチが実現。試合はヒョードルは、 打撃で圧力をかけ続け、ミルコはバックステップでリングを回りながらの打撃で応戦するという形となった。1ラウンド前半にミルコの打撃に押される場面もあったが、それ以外は打撃で攻め立て、投げや足払いからのテイクダウン、ポジショニングでも静止判定勝ちを収め、2度目の大座防衛に成功した。大晦日に出場したプライド男祭り2005では、 ズールと対戦。パンチでダウンを奪い、パウンドの連打により1ラウンド開始26秒でタップアウト勝ち。2006年1月26日、強力なパウンド力、パンチ力ゆえの慢性的な拳の怪我や骨折に苦しんでいたヒョードルは、サンクトペテルブルクの病院で、右拳の手術に踏み切る。続いて6月24日、同じサンクトペテルブルクの病院で、 固定していた金属プレートの除去手術を受けた。この手術のため、プライド無差別 QGP の1回戦と回復次第では、シード扱いで出場する予定だった2回戦を共に、欠場し、大役で、バンダレーシウバが参戦した。2度にわたる、拳の手術を経て、10月21日、マーク・コールマンを相手に復帰第一戦を行った。1R は、打撃で攻め立て、 ニアールに腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。続いて12月31日、プライド男祭り2006でのヘビー級タイトルマッチで、マークハントと対戦し、腕ひしぎ十字固めを返されたり、アームロックで追い詰められたものの、チキンウィングアームロックで一本勝ちし、三度目の王座防衛に成功した。2007年3月、バダゴーファイトと契約し、同年4月14日には、 地元ロシアのサンクトペテルブルク大会に外戦出場。マットリンドランドに腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。同年4月に、プライドが休止した後は、UFC、バダゴーファイト、ヒーローズなど、世界中の格闘技団体が、ヒョードルの獲得を競っている状況であったが、2007年10月、米国の総合格闘技イベント M-1。 グローバルと2年6試合の契約を結んだ。ファイトマネーは1試合につき基本給が200万ドルで、これは契約金、ボーナスなどのその他報酬を含めない額であった。11月10日、チェコ共和国プラハで行われた第31回、コンバットサンド世界選手権1 0 0ラム超級に出場し、4度目の世界王者となった。11月11日、ロシアの国家勲章である。 ピョートル大帝勲章を受賞した。12月31日、やれんのか、大晦日。2007で1年振りの来日を果たして本マンと対戦、1R に腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2008年2月8日、全ロシアコンバットサンボ選手権 100kg 超級で優勝。同年2月15日には、コンバットサンボ大統領杯 100kg 級で優勝した。 同年7月19日、アメリカ合衆国の新興 MMA 団体であるアフリクションの第一回大会アフリクションバンドにおいて元 UFC 世界ヘビー級王者で当時シャードーグのヘビー級ランキングで4位にランクインしていたティムシルビアと対戦。スタンドのパンチでダウンを奪うとグラウンドでバックからチョークスリーパーを極め開始36秒で一本立ちし、 新たに設立された、総合格闘技の王座認定団体である、ワールド・アライアンス・オブ・ミックスト・マーシャル・アーツの初代、世界ヘビー級王座獲得に成功した。同年11月、主演映画、第五の死刑の撮影で、コンバットサンボのロシア代表合宿に参加できないまま11月16日の、世界選手権に臨んだ。100kg 超級に出場したヒョードルは、 過去2戦勝利していたブラゴイアレクサンドル・イワノフとの準決勝で投げ技でポイントを奪われ、その後打撃で攻め立てたものの5から8の判定で敗れ3位に終わった。2009年11月9日、2人の弟と共に、左から三男、イワン、長男、ヒョードル、次男アレキサンダー2009年1月24日、アフリクション、デイ・オブレコニングでは、 元 UFC 世界ヘビー級王者で当時シャードーグのヘビー級ランキングで2位にランクインしていたアンドレー・アルロフスキーと対戦。1R3 分過ぎ、飛び膝蹴りに来たアルロフスキーにカウンターで右フックを命中させ失神小勝ちを収め、ワンマ世界ヘビー級王座の初防衛に成功した。2月21日には全ロシアコンバットサンド選手権に出場。 100kg 超級で連覇を達成した。同年4月29日、ディープ m 1チャレンジサードエディションインジャパンで来日し、青木晋也とサンボイ着用、打撃ありのエキシビションマッチを行った。同年8月1日、アフリクション、トリロジーで、ジョシュ・バーネットと対戦予定であったが、ジョシュが試合前のドーピング検査で陽性反応が出たとして、欠場となり、 その影響で、同大会は開催中し、さらにアフリクションの MMA 工業からの撤退が発表された。その後、UFC との交渉も伝えられたが、8月3日に、ストリックフォースと出場契約を交わしたことが発表された。後年、ヒョードル自身が UFC 参戦に至らなかった理由について、基本的に私は、 無敗で UFC を離脱することができませんでした。私はインタビューをすることも映画や広告の仕事もできません。UFC の合意なしでは何をする権利もありません。と契約に理不尽を感じたことをインタビューで明確に語った。このような契約をすればロシア国内で開かれるコンバットサンの大会に参加することも不可能になり、 国民性の観点からヒョードルにとっては納得のいかない条件であった。同年8月28日、M-1 グローバルプレゼンツブレイクスルーで、ゲガールムサシと同ギャリのエキシビションマッチを行い、腕ひしぎ十字固めでタップを奪った。記者会見でのヒョードル同年11月7日、ストリックフォース初参戦となった、ストリックフォース、フェードは VS、ロジャースで、 当時シャードーグのヘビー級ランキングで6位にランクインしていたブレット・ロジャースと対戦。ヒョードルにとって、ケージでの戦いは初めてであり、1R 終盤にロジャースのパウンドを受けて流血したものの、2R に強烈な右ストレート一発でロジャースを吹き飛ばすと追撃のパウンドにより2ラウンド TKO 勝ちを収め、ワンマ世界ヘビー級王座の2度目の防衛に成功した。試合は、 地上波 CBS によって全米に放送され546万人が視聴した。2010年6月26日、ストリックフォース、フェードア・ブィエス・バードゥームで、ファブリシオ・ベウドゥームと対戦。開始早々に、ヒョードルのフックがかすって、ファブリシオが寝技に誘うように後方に倒れ込み、追撃のパウンドを浴びせようとしたところで 1R1 分9秒で ひしぎ三角固めを極められ、大番狂わせのタップアウト負け。2000年の高坂強し戦、以来10年ぶりの敗戦であり、高坂戦が、反則技による負傷での TKO 負けであるため、実質障害発の敗戦となった。2011年2月12日、ストリックフォース、フェードア VS、シルバのワールドグランプリヘビー級、トーナメント1回戦で、アントニオシルバと対戦。 1R は左右のフックを古い構成に出ると3分過ぎには、シウバの投げのミスを誘って、上のポジションを取り、パウンドを落としつつ、関節技を狙い優位に進めるも、体格差のあるシウバに対して少しずつ動きが、落ちカウンターのパンチを数発受ける。2R は開始早々からシウバにテイクダウンを奪われ、マウントポジションからのパウンド、バックチョーク、肩固め。 膝十字と防戦一方になり、最後にアンクルホールドで応戦する。しかし、ニ r ール終了後、多くのパウンドを受けたことにより右目が塞がり、ドクターストップ。ファブリシオ戦に続き、連敗を喫した。試合後、応援ありがとう。きっと、離れる時がやってきたんだ。これが最後だ。素晴らしい時間を過ごせたと、引退を示唆する発言を残したが、 ロシアに帰国後、私はまだ戦うと、現役続行の意思を示す発言を行った。ヒョードルを圧倒した、シウバだったが、ヒョードルはナンバーワンだった。今もそうだ。これからもそうだ。彼のような格闘家は二度と現れないだろうと、長年にわたりトップの座に君臨し続けたヒョードルに、対して敬意を示した。2011年7月30日、ストリクフォース。 フェードは VS、ヘンダーソンで、ダン・ヘンダーソンと対戦。打撃の攻防で互角に渡り合うも寝技で下になった、ヘンダーソンにバックを取られ、パウンドで TK を負け。この試合ではストップが早かったという声も多かったが、結果的に3連敗を喫した。ヒョードルとウラジーミル・プーチン2011年11月20日、母国ロシアで開催された、M、M-1 グローバルで、 ジェフモンソンと対戦し、判定勝ち。2011年12月31日、4年ぶりの日本での試合となった元気ですか。大晦日。2011で石井里と対戦し、スタンドパンチ連打で失神小勝ち。2012年6月21日、ロシアで開催された M-1 グローバルでペドロヒーゾと対戦し、パウンドで失神小勝ち。 試合後の会見で引退を表明した。長年マネージャーだったワジム・フィンケルシュタインとは、この引退で関係を終了させている。引退後は、ロシアスポーツ省特別補佐官と、ロシア格闘技連盟の代表に就任した。2014年1月、ソチオリンピックの聖火リレーで奏者を務めた。2014年10月4日、日本武道館にて開催された。 ロシア連邦民族、伝統武道団交流演舞会に来場した。2015年7月15日、スポーツ省では、スポーツの発展のために、大臣たちと働き、できるだけ問題を解決しようと努めてきました。しかし今はリングに戻る時だと思っていますと、古傷も家トレーニングを再開したとして、年内の現役復帰を示唆した。2015年9月20日、 ロシアスポーツ賞特別補佐官を辞任し、坂木原伸之が設立した、新たな総合格闘技団体、ライジンファイティングフェデレーションと契約を結んだことが、発表された。2015年12月31日、3年6、過月ぶりの復帰戦となった、ライジンファイティングワールドグランドプリー2015、埼玉 3DAs で、シング、ココロ、ジャディブと対戦し、 マウントパンチでギブアップを奪い TK を勝ち。試合前に、長谷博史文部科学大臣から、ロシアと日本の交流、スポーツ振興に大きな貢献を果たしたとして、記念のチャンピオンベルトを贈られた。2017年6月24日、ベラトル NYC、ゾンネン VS、シルバで、マットミトリオンと対戦。両者同時に、右ストレートを放ち、 ダブルノックダウンとなるも、先に立て直した、ミトリオンに、追撃のパウンドを落とされ 1RKO 負け。2018年4月29日、ベラトル198、フェードア VS ミアのヘビー級、ワールドグランプリ1回戦で、元 UFC 世界ヘビー級王者のフランクミアと、対戦。開始直後に、右フックで、フラッシュダウンを喫するもすぐに立て直し、前進したミアに、 カウンターの左アッパーでダウンを奪い、追撃のパウンドで秒殺小勝ち。グランプリ準決勝進出を果たした。2018年10月14日、ベラトル208、フェードア・ブリエス、ゾンネンのヘビー級、ワールドグランプリ準決勝で、シェールソネンと対戦し、パウンドで一死小勝ち。グランプリ決勝進出を果たした。2019年1月26日、 ベラトル214、フェードア VS、ベーダーのヘビー級、ワールドグランプリ決勝戦で、現ベラトル世界ライトヘビー級王者のライアンベーダーと対戦し、開始直後に、左フックでダウンを奪われ、パウンドで秒殺小負け。グランプリ優勝を逃した。2021年1月21日、COVID-19 要請が報じられた。2021年10月23日、 母国ロシアで開催された、ベラトル269、フェードは VS、ジョンソンで、ヘビー級ランキング2位のティモシー・ジョンソンと対戦し、右フックで 1RKO 勝ち。ヒョードルのバックボーンは、国際大会でも結果を残してきた、サンボ、柔道である。柔道で、ヒョードルとの対戦経験がある、コサイタケシはバックボーンである組技の力が、 発揮されていると評価し、あんなに力が強い、ロシア人とやったのは初めてだったと証言している。グラウンドでは安定感と決定力に秀でており、持ち前の瞬発力を活かした間接技とスイープが得意である。さらに強力なバウンドで攻め立てる。ヒョードルとサンドを対戦したアントニオ・ホドリゴのゲイラは、休んでいる時は、 じっとしていて、動くときは数発集中して打ってくると証言しており、また、左のパンチの方が強くて焦ったと10回している。パウンドを打つときのボディコントロールがうまく、下からの仕掛けをことごとく制することができる。当然そのパンチは、スタンディングの状態でも発揮され、フックは、イゴールボブチャンチンのロシアンフックに似た軌道を描く。この強力なパンチを武器に、 幾多の試合で勝利を収めてきたものの、その威力ゆえに、拳への負担が大きく、慢性的なこの武士の怪我に苦しむこととなった。攻撃元サンビスト、柔道家でありながら、日本での総合格闘技デビュー戦ではパンチで、小勝利と転生のものを見せていた。スタンドでの打撃は、ヘビー級では類を見ない踏み込みの速さと、強力な連打を有している。 2005年に対戦したキックボクシング出身のミルコクロコップは打ち負けたことを認め、また36秒で敗れたティム・シルビアは、俺もヘビー級のトップファイターの一人だが、ヒョードルの強さには驚かされた。あいつは人間じゃない。あんなに強く殴られたことはなかったと、そのパンチ力を称えている。また、キックの威力も高く、藤田和幸を左ミドルキック一発でダウンさせ、 ジェフ・モンソンは、ヒョードルのローキックによって、右足を骨折させられ、セコンドに抱えられたまま病院へ送られた。ディフェンスもともと圧倒的なストライカー能力により、主勢に立たされる場面が少ないため、あまり目立つことがないディフェンススキルだが、その能力は高く、マークファント戦では、相手のパンチをガードに頼らず、そのほとんどに空を切らせる技術を披露した。しかし、 2009年1月のアンドレアルロフスキー戦ではボクシングの攻防で劣勢になるシーンが見られ、アルロフスキーのコーチであるフレディ・ローチは作戦通りに試合を支配していた。幼いミステークがなければ簡単な試合だったと語っている。専門家の検証では1分間あたりに相手の打撃をもらう回数が全階級を通してトップファイターたちの中でもヒョードルは最も低い一人で、 ある。ヘビー級では小柄な部類だが高い瞬発力と柔軟性を合わせ持ち、打撃を交えながら、相手をテイクダウンする一連の動きを一呼吸も置かずに、ワンテンポでこなす匠さとパワーを有している。片足を取られてもテイクダウンされない、バランスの良さや、相手に上に乗られた状態からの腕ひしぎ十字固めへの、切り返しの速さなど、あらゆる面に優れている。また、 ケビン・ランデルマンによるスープレックスを巧みな受け身で、ダメージを抑えるなどの投げ技に対する対応力も備えている。試合中も常に冷静で落ち着きを払うことができるのは、生まれ持っての性格によるところと本人は語っている。UFC ヘビー級のケイン・ベラスケスや、シェイン・カーウィン、パウンド・フォー・パウンドと称されるジョルジュ・サンピエール、BJ ・ペン、ジョン・ジョーンズなどから、 憧れの対象とされており、格闘技の団体を問わず、多くのファイターから尊敬され、目標とされている人物である。ヒョードルの練習パートナーでもある元 K1 チャンピオンのアーネスト・ホーストは、立ち技だけの練習をすれば間違いなく、K1 でもトップクラスになると語っている。元ボクシング世界ヘビー級チャンピオンで、長年の UFC ファンであるマイク・タイソンは、 歴代最強の MMA ファイターは、ヒョードルだと発言している。総合格闘技に転向する前までは、ウエイトトレーニングを積極的に行い、ヘビー級の肉体を作った。軍務中も、三方代表チームに入っていた時も、ウエイトトレーニングは行っていた。ヘビー級としての肉体が完成され、総合格闘技に転向後は一時期辞長を用いた、トレーニングのみに切り替えていたが、 現在は、ウエイトトレーニングを再開し、練習に取り入れているようである。ブレッド・ロジャースとの試合後、帰国した、シェレメ・エチエボ国際空港で、ロシアファンに囲まれる、ヒョードル1999年に、前婦人と結婚し、同年に、娘が誕生。その後離婚し、現夫婦人と再婚した。2007年12月29日に二人目の娘が、誕生している。 また、2008年には大学を卒業している。趣味は、家系、音楽鑑賞、読書で他にも、遊園地のジェットコースターがお気に入りであり、来日時には、試合後に富士急ハイランドなどに行くのが、習慣になっているという。また宗教は、正教を信仰している。自宅があるスター類のスコルでは絶大な人気があり、CM にも出演している。 街の看板にはヒョードルが登場し、誕生日の9月28日は、ヒョードルの日として、街中がヒョードルを祝う日となっており、試合の際は男たちが家で、テレビ観戦するため街中が静かになるという。ロシア全国内でも注目を集めており、北京オリンピックとソチオリンピックで、ロシアの聖火ランナーにも選ばれた。 普段は冷静沈着でおとなしい性格であり、リングスのスタッフは外国人選手の中では珍しく手のかからない選手として評判が良かったと語っている。一方で弟のアレキサンダーがマフィアに入っており、弟がマフィアから抜けるというまで馬乗りで殴り続けたという一面もある。リングス在籍時の打撃コーチであるニコライ・ピチコフは、 非常に複雑な性格の持ち主だったと述解している。ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンはたびたび会場で、ヒョードルの試合を観戦したり、ヒョードルを官邸に招待するなど信仰がある。チェチェン共和国の主張、ラムザン、カディロフの主催する総合格闘技団体、アフマド MMA が、子供同士を防具をつけない状態で戦わせたことに、対し、一撃が、 生死に関わることもあるとヒョードルは批判した。また、子供の人権オンブズマンが調査に乗り出した。しかし、その矢先に、ヒョードルの次女が2016年10月、何者かによって、胸部を殴打され、病院に搬送される事件が起きたが、ロシア国内ではカディロフ派が襲ったとの見方が広がった。ありがとうございます。